い、どうもピョキです。今日もトロールコースを一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、エアシップオブファンサプライズということで、驚きと楽しみの飛行船ということでしょうか。そして今日のコースね、シールダーさんっていう方が作られたトロールコースなんですよ。この方マジで鬼畜なコースばっかり作るからさ、やってないけどもうやめたい。いや、こんな弱気になってちゃダメだ。僕はこのコースを攻略して、この飛行船を乗っ取り、皆さんを世界一周旅行へと連れてってみせようじゃないか。すいません、頭壊れました。早速やっていきましょう。クリア率は 0.89%。 でね、これ昨日撮ってるんだけど、台風の影響大丈夫ですかって Twitter とか YouTube のコメントでたくさんいただきました。どうもありがとうございます。無事ね、僕の方には何も被害がありませんでした。ていうか今見た、魚避けれたよ。今日は魚という被害もなさそうだね。じゃあここで金風船取っていく。開幕かな。なるほどね、ここはすぐ右に行ってドアに入ると、そういう感じだね。シールダーさんらしいコースだね。この方のコースするとき大体発狂が多くなってるんで、耳を壊さないように気をつけておいてください。あ、僕の頭は常に壊れてるんだけどね。もうこんなに初見殺しばっかりのコース作ってから、でも僕まだ全然平気だもんね。はいはい、そういうことするわけで、僕完全に怒りました。絶対許さない、あのツララを。見ててみんな、昨日あのツララをぶっ壊す魔法を覚えてきたばかりだから、出来たてほやほやだね。さあ行くぜマリー、この世物とも全てを壊すクラッシュ。よしよし。いや違うんだって。落ち着こう、ここはゆっくりと弾をかわす、そしてパワーブロックを投げて、死ぬすぐに記録を取ってどかやる。どけやだ。ここ初見殺し多くないですかね。僕もう疲れちゃいました。まだ一画面も終わってないけど、じゃあこれでキノコ取って先に進めるという感じか。いや、あえて出しておく、ブラパー。ねえブラパー、いや何勝手に跳ねてんの。あなた跳ねさせないよ、こうやってしておくからね、ずっと。はい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 、新しいリズム天国だね。ちょっと待って。頭おかしくなってきた。ちょっと集中しよう。ここから無言でいきたいと思います。もう僕はトークも何もしないで、しっかりとコースに集中していきたいと思います。コインか、下にトゲメットが出てきたね。あのトゲメットを取れということですかね。それは分かんないよ。どうも、頭バグってる系 YouTuber です。じゃあここで借金を手に入れて、ブロックを壊してツララを越えていけと。一旦四角の枠行ってみるか。四角の枠は何もない感じだね。じゃあハテナを叩いて四角の枠、それで正解でしょう。何も来るなよ、正解になってくれ。絶対何も来るなよ。坂じゃー、やっとエンジンがかかってきたね。今までのはオープニングだと、そういうわけですね。じゃあここはハテナを叩いて、何もしなければドクロリフトに乗れる。そして何もしない、そしたら罠を回避できるっていうことなんじゃないんですかね。さあ来ました、僕の時代が。そしてここでフラを手に入れれないということは、ここにバブルが落ちてくる、そういうことなんじゃない。そしてこのクッパさん、何もしないでいいよ。クッパさん助けて、50円あげるから。じゃあここは左押しっぱだね。左押しっぱねえじゃねえか。なんでそんなに弾力がいいのよ、バネ。再放送じゃねえか。この番組はピオキングの提供でお送りしたいと思いません。右もダメ、左もダメということは、下に見ようか、下押しっぱしたら。だって意外と大きいな、お前は。なんとここに引っかかればいいんだ。次こそ抜ける、マジで集中します。ここでジャンプ。あ、これでよかったんだね。それでここ今のは避けれた罠だと思いません。誰もが引っかかると思います。いい加減にせんか。左だ、左に行こう。うまいな、ここの作り方。まあ右は何もないんで、この土管に入っていきたいと思います。そろそろ中間ポイント、ここしゃがんでいいのか。本当にしゃがんで何も来ないだろうな、絶対に。なんでよ。あ、いや、ちょっと違う。思ってたんと違う。なるほど、上右ダッシュしなくちゃいけなかったのかな、今のところで。何よこれ、もう何よ、何だよ、何が面白いこと。ちょ、いろいろしすぎなんだって。完全に人をバカにしてるね、このコース。でも僕はバカだからもう聞かないよ。さあ無事に中間ポイントが取れました。そして次は何をすればいいんでしょう。何もしない、そして記録を取る。もういいんだって。花、じゃあここは右ダッシュして抜けろっていう感じだったんだね。この50個に信用しない方がいいよ。モグラ、ここは雲の場所で待っておく。そうしたらモグラもツララもかわせると、そういうことですね。ハイブリッドニヤニヤ雲と名付けましょう。じゃあここは足場があるんで、この足場に乗って上にメットを投げる。そしたら何かが変わる。なるほど、この機能。
ラチュレーション。もう分かった、むしろここ以外分からないね。じゃあメット上投げて左を進化すればブラパも抜けれると、そういうことですね。そして右に行けば、あ、舐めるな、クリッキンギョー右ダッシュでいけるかな、これ。飛んでこない。あ、飛んでこないんだね。いや、一応ね、あの金魚倒せるようにはなってるんだよね、ギリギリ。じゃあここは何もしないでおこうか。普通だったら左に逃げるでしょ。僕は一旦何もしない。それが正解。左だね、左の土管に入ればよかったんだよ、きっと。なんで大きく変わってこの土管に入る。ふざけてるな、ほんとに。真ん中だね。ここで何もしなければ先に進めると、そういうことでしょう。そして四角の枠にガチブロックがあると。やっぱりそういうことだったか。本当にドビラに入らせてくれるんだろうな、素直に。よし。さあ、そろそろチェックポイントにあってもいいよ。ここは鳴りました。え、上を出発、そしてドアに入れる。そうでしょう。そっちのドアじゃないよ、僕が求めてたのはな。知りたい系っぽいな、っていうかこうピンコインあったんだ。これ地味に難しいよ、この場で。頼むって、今日は邪魔しないでよ。たまにはさ、いいところばっか見せてよ。これ地味に難しいの、もう。待て、誰見てもここ怒っちゃうよ、そんなことするからさ。いやでもね、ここ落ち着いたらそんなに難しくないと思います。見てて、次こそ行くから。はい。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。そろそろチェックポイント2が恋しいね。じゃあここの砲台、なるべく右側に寄っておいたら下の扉に入れるっていう感じでしょう。そして次はまだかチェックポイント。頼むって、クイパどいてくれ。いや、ファイヤーあるよ、くらえ。ファイヤー、ファイヤーは効かねえか。どいてよ、狭いんだって、痛いんだって。特にその背中と、特に腕輪がさ。というよりクッパを殺すに扱うんだ。上を失敗、上を失敗してツタに捕まる。そしたら何なんでそんなところまで邪魔してくんのよ、クッパさ。いいところに火を吐いてきやがって。じゃあここはジャンプして、すぐにあのチェックポイント取っていいんでしょうか。エンジェル花には引っかかりませんでした。さあ取らして。さあ残すはゴールのみだね。僕は何もしないよ。なるほどね。でも僕はもうチェックポイント取ってるからね、めちゃくちゃ心の余裕があるよ。じゃあここはジャンプしてかわせっていう感じだったね。さっきと違うやんか。ここは何もしない、何もしなかったら回避できると。策は引っ込んでる。一番右はジャンプしてエンジェルフィッシュをかわすと。そしてこの扉に入れば、何もしないでいいよ。ここは多分何もしない、何もしないが正解なんじゃないの。そして上に行ってみる。そしたらキノコが取れたね。あっ、えチェックポイント。待ってよ。え、マジでなんか違うパターン。あ、さっきのまずいやつだ。いっぱい襲ってくるやつだ。いやー、だがチェックポイント戻しがあったということは、そろそろゴールが近いんじゃないのか。ここはどうやって行けばよかったんだ。何もしない。うん、どうしよう、これめっちゃ怖いね。上行くの、いってる、いってる、行きます。そして左は行けないのね。じゃあ右に、あー、助けてください。誰か僕に癒しをください。じゃあここは右に行けばいい。そうでしょう。そしたらこのブロックが、なるほどね。これでもうチェックポイント戻しは食らわないぞ。ゴールはどこだ。ゴールは小石、右か、どっかに隠してんじゃ。よし。どうした。はい、じゃねえんだよ。こんにちはすらしてねえんだよ、こっちは。どこ行ったんだよ、しこ。え、ここどうやって行けばよかったんだろうね。すぐ右にジャンプすればよかったみたいな。なるほど、そういうことで。そしてここに、もう頼めって。もうそろそろゴールさせてくれてもいいじゃんか、ムチグマちゃん。落ち着こう。一番右だったら何もないでしょ。よし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 。で、一番右でヨシコを乗り捨てていく。さよならヨシコ、僕だけゴールしたいと思います。絶対ゴールがあると思います。カロンで抜けていくと思うでしょう。でも僕は抜けていきます。そしたら、いや、まだこの下がワンチャンある。頼む、もうやめろよこのゲーム。いや、シールダーさんのコースやってたらさ、本当にトロール配信を止めようかなって思うから。あ、間違えた。ここは入った瞬間ジャンプして針に当たる。そして左を進化すればいけるっていう感じでしょう。もう何も、きっとこの土管の先にゴールがあると、そう信じてないとやってられないね。さあどうなる。ゴールよ、出てきてくれ。来た。もうゴールは目前だね。取れ高なんていらないよ。集中していきたいと思います。さあここから問題。あの B スイッチを振って上を押していきます。そしたらどうなる。右に。
ダメだ、これは絶対ダメなやつだ。いや、待っておけばよかったの、Pスイッチ押して。なるほどね。いや、頼む、中間ポイント戻しだけはやめて。なるほどね、死体機をしろと、ここで。あ、どこに行けばいいんだろうね、左。いや、いいよ、全然死体級だったり、中間ポイント戻しは頼むさせてくれないで。この死体級なんか難しそうだな、大丈夫か。よし来た、そしてこのちくわブロックに乗って次は右に行く。なかなかうまいと思ったら2回目は失敗したな。ちょっとそこまで早送ります。さあここで一旦乗って、何もしない、ここなかなか上手くない僕。そしてここのちくわブロックに乗って、うわ2回目がね本当に難しいね。そこまで早送りしたいと思います。みんなにね同じところばっかり見せたら申し訳ないと思うんで、さあここで集中しよう。ここうまい、そして次はツタか。いや本当にむずけ。3回目のツタはね手こずると思うから、そこまでちょっと早送りしたいと思います。ここが問題だよ。ほっ、よし来た、そして左、ここ右向きのレールだと思ってた。なんで乗った瞬間左にダッシュ、そしてジャンプすれば大丈夫だね。そんで次どうすればいいんだろう。え、これはバネの上に行けってこと？あー、なるほどね。そしてここは上、勝ちブロックありそうだな。大丈夫か、ないでくれよ、頼む。なんでよ、いや、これゴールまでの道みたいな、実は。ほらほら、ドアがあるでしょ。これワンチャンゴールっていう可能性あるよ。なんでここなのよ。おい、お前ら頼むから大概にせんか。もう分かったよ、ここは P スイッチを叩くでしょ。そうして右側に追っておけばゴールができるっていうことだと思います。頼む、もう何も来るなよ。右側から何か飛んでくるとか。久しぶりですよ、僕の喉がここまで壊れそうになったのも。そう、ここは絶対に魚を避ける。よしよしよし、早くゴール、早く早く早く、うん、なんでなんでこれなんだよ。ちょっと危ねえ。これ下から行けばいいの？え、ゴールできないんだけど。え、どこでゴールするんだろう。え、こっちじゃないの？いや、いやー疲れたね、このコースは本当に疲れました。マジで皆さん一度してみてはどうですかね。おすすめしませんけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオフィーリング59ということで、サムネを見る感じですね、氷ブロックでゴールが隠されている。そして大量の羽が降ってくるということは、羽を取っちゃいけないっていうステージだと思うんですよ。このコースを見た瞬間僕思いましたね、無理じゃん。だってマントって左右にすごい動くじゃん。それをどうやってかわしていくのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.6%。 うわ、やっぱファイヤーマリオのままゴールだね。でも僕一つだけ穴を見つけてるんですよ。一番左に行けば羽をかわせるんじゃないかなと。これがこのコースの攻略法だよ、きっと。羽、いや想像以上に多かったね羽が。じゃこの羽と同じ動きで行ってみようか。絶対無理こんなの。え、どうやって行くんだろう。あ、マントで羽を飛ばせばいいのかな。なんで最初に羽取るでしょ。そしてゴールまでの道を開けておく。そして道ができたらこのフラワーを取ってゴールすれば。いや、これはかなりしんどいね。てかさ、思ったんだけど、わざわざ羽を飛ばす必要ないんじゃないかな。ここで取れるだけ取っておいて、そしてゴールすればいいみたいな。今ちょっと惜しくなかった。多分しゃがんでたらゴールできたかもしんないね。活路が見えてきたね。ここでなるべく多くの羽を1枚でも取っておく。そして広めに道を開けておいて、こっから右に走っていけ。慌てるな、そんなに難しいコースじゃないぞ。このコースは強がりだけど、どこかに隙が生まれるはずなんだ。隙間だけに、こっから走っていく。そしてアイキャン、うわー、避けるぞ。これ僕思ったんだよね、左側で羽取るでしょ。そして右側にバイヤーフラワーを移動すれば簡単にクリアできるんじゃないかなと。そして上の羽を全部取って、タンタンタンみたいな。見たか、これが一発マリオ名人だ。いや、攻略法さえ分かれば結構簡単だったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。